さあ、どうも皆さん、こんにちは。本日もモンスターハンターの動画を撮っていきましょうか。そして、もしよろしければ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。おそらくモンスターハンターやってる方であれば、チャンネル登録しておいて損はないと思いますので、ぜひ気軽によろしくお願いします。で、まずですね、イベクエ、こちらの動画に関しましては、別途投稿しておりますので、ぜひそちらの動画をご覧いただければと思います。競争襲来か。で、以前はラージャ2頭がやってきたわけなんだけど、今回ですね、なんと塔の秘境で金銀と戦うことになりました。まあ、詳細につきましては別の動画を見ていただければと思いますね。で、その他にも2つトピックスがございまして、まず1つ目こちらですね。実は皆さん、東京ゲームショウ2022が今日から開幕いたしました。千葉の幕張メッセで確か開幕されておりますね。で、明日16日金曜日14時から、実はね、なんとなんと今年は一般来場者枠っていうものがございまして、14時から解禁される可能性が、14時から解禁となっております。ですので、ぜひ皆さん足を運んでみてはどうでしょうか。ただこちらですね、16日金曜日だからあれなんですよね、平日っていうところもあって、しかも真っ昼間なんで、まあ、行ける方ってかなり限られてるんじゃないかなと思いますが、もしお時間ある方はぜひですね、足を運んでみましょう。そういったお話になりますね。そしてここからがね、さらに重要になってくるんですが、以前の動画でも紹介をさせていただきました。これすごい重要なんだけど、エスピナス亜種となんとね、先行で戦うことができます。で、このエスピナス亜種っていうのはアップデート第2弾で追加が確定しているモンスターなわけなんですが、アップデートの前に戦うことができるっていうことですね。で、それだけではなくて、エスピナス亜種を討伐しましたステッカーみたいなものがどうやらあるみたいで、どうやらこちらをもらうことができるみたい。で、当たり前の話ではありますけど、このエスピナス亜種討伐ステッカーに関しては限定品となっておりますので、ここでしかゲットすることができません。ですので、ぜひ皆さんゲットしましょうっていうお話ですね。そしてこのエスピナス亜種の試遊会なんだけど、こちらもですね、注意点がございまして、右下の方を見ていただきたいわけなんですが、一応ですね、16日の金曜日14時から一般来場者も可能となっているわけなんですけど、ただ試遊には試遊整理券っていうものがあるみたいで、どうやらこちらに関しては先着順で配布予定となってるみたい。まあ逆に言うと、先着順だから、まあどれぐらいの方が、まあ並ぶか全くわからないよここに関しては。ただ先着順になってるから、早く行かないと、もし仮に行ったとしても遊ぶことができない可能性があるっていうことがですね、こちら、まあ、書かれておりますという話ですね。まあ、先着順って書かれてますが、多分まあできるんじゃないかな、どうなんだろうか。ただまあ具体的に何台用意されてるかっていうところがですね、今言って公式ホームページ見たんですけど、特に書かれておりませんので、どうなんでしょうか。まあ少なくとも5台から10台ぐらいあって、でクエストが15分で終わる予定になってるので、まあ入れ替えの時間とかも含めて20分と考えると、まあ結構サイクル回せると思うので、まあ大丈夫じゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。まあとりあえずこういった形になっております。ですので、まあ14時からって書かれておりますが、もしエスピナス亜種をどうしても借りたい、エスピナス亜種討伐ステッカーが欲しいっていう方は、なるべく早めに行った方がいいかもしれませんね。まあそういったお話になりますというところで、あと次右上ですね。まあこれはね、既存のユーザーにはあまり関係ないかもしれないんですが、東京ゲームショウ2022、こちらの記念としまして、モンスターハンターライズが期間限定ではございますが、なんとダウンロード版がですね、半額となっております。で、サンブレイクに関しましても 25% オフとなっております。まあかなりお買い得ではありますよね。なので、もし友達がいる方はぜひぜひおすすめしてみたらどうでしょうか。今だけ安くなってるぜ、買いましょうみたいな感じで、まあ多分それを期待されているんじゃないかなと思うんですが、ぜひですね、こちらビッグセールと書かれている通り、かなりお買い得となっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、あとはですね、確か一昨日ぐらいの動画でもちょこっとだけ話したんですけど、試遊して SNS に試遊の感想であったりとか、フォトスポットの写真であったりとか、動画を投稿していただいた方には、ロード画面のおなじみのイラスト、
あとはオリジナルマフラータオルっていうものがですね、どうやら手に入るみたいなので、まあ、こちらもちろん抽選になっておりますので、当たるかどうかっていうところは分かりませんけど、そういった特典もございますので、もしエスピナス亜種、討伐しに現地に足を運ばれた方は、Twitter でもキャンペーンやっておりますので、ぜひそちらもチェックしてみてはどうでしょうか。まあ、詳細については2日前に話していると思いますので、そちらの動画もご覧いただければと思いますね。よろしくお願いします。そして次もう一つのトピックスなんですけど、9月15日木曜日23時。そう、今日ですよ、今日。今日なんだけど、今日の23時から皆さん何があるかご存知でしょうか。まあ、これはね、公式さんがたびたびですね、まあ情報発信されておりましたので、ご存知の方いるかもしれませんが、東京ゲームショウ2022カプコンオンラインプログラム、こちらがね、オンライン上で公開される予定となっております。でこちらに関しましては、カプコンオンラインプログラムっていう形になっておりますので、まあサンブレイクの無料タイトルアップデート第2弾、こちらの情報も出てくるわけなんですけど、その他のタイトル、確かロックマンであったりとか、あとバイオハザードとかであったりとか、そういった主要タイトルの情報とかも出てくるみたい。まあ、やはり目玉になってくるのはサンブレイクの無料タイトルアップデート第2弾、こちらの内容になるかと思いますけど、ぜひですね、皆さん23時から待機しましょう。いやーこれかなり楽しみですよね。東京ゲームショウ2022カプコンオンラインプログラム。で今回ですね、目玉としてサンブレイクが、まあ、カプコンの、まあ、公式チャンネルとかでも大きく取り上げられることになると思いますけど、まあ、個人的にはですね、新作にも期待してますね。新作、いや来ないと思うけどさ、まあ外伝って形になるのかな。まあさすがにストーリーズ3がやってくる可能性はないと思いますのでまあさすがにないと思いますので、まあそれを考えた時に、まあ、ポカポカアイルー村とかがやってこればいいなと思っているわけですが、どうでしょうか。ポカポカアイルー村ってさ、やってきそうな感じはするよね。まあ、あれね、すごく人気で、まあ、結構ね、作品が出ているゲームなんですよ。ただ PSP の終了とともに、ポカポカアイルー村終わってしまっておりますので、あれは続編ね、期待されている方多いと思うんですよ。個人的にはですね、このタイミングで外伝とか来ないかなって思ってます。もしかすると、そういった新作タイトルとかも情報出てくる可能性がございますので、密かに期待しております。はい、まあそういった形でございますね。まあいろいろ喋ってきたんですけど、今日の動画の内容は以上でございます。で、最後に振り返っていきたいわけですが、まず今日ですね、イベクエが新たに配信されております。そちらの詳細については動画投稿しておりますので、そちらをチェックお願いします。そして東京ゲームショウ、明日の14時から、なんと、試遊会が開始となりますので、ぜひこちらも足を運びましょうというお話。そして今日の23時から、なんと、カプコンオンラインプログラムが放送される予定となっておりますので、ぜひそちらも確認しましょうっていうお話ですね。なので、まあ、3本立て、4本立てぐらいでお話をさせていただきました。ただ、すごく重要な内容となっておりますので、まあ、詳しくはですね、また、まあ、カプコンさんの公式ホームページ、そして公式ツイッター、そちらの方をですね、ご覧いただければと思います。では、今日の動画、このあたりで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方が、もしもいらっしゃいましたら、ぜひ、これを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければと思います。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ、じゃのー。